浦川和三郎はカトリック教会の司教である。先例名はミカエル。1942年にカトリック仙台司教区初の法人司教となった。また、キリシタン史研究家でもあり、多くの著作、役所を手掛けた。1876年4月6日に長崎県長崎市坂本町で生まれた。母の浦川森は浦上四番崩れによる、 明治政府のキリシタン弾圧により、鹿児島へ流刑された経験があった。1906年7月1日に、長崎で司祭に上界された。長崎の大浦天主堂主任司祭を経て1918年に、長崎公共神学校教授千人となり、1928年には、校長に任ぜられた。1920年代に、長崎市教区が、 法人聖職者に委ねられる際に、パリ外国宣教会は、彼と森山神父を推薦したが、この時は、不協商賞に却下されている。1941年1月に、仙台教区長となり、同年11月20日に司教に指名され、翌年の1942年に、教皇大使、パオロ・マレラ・ヒロツカサ教、及び、東京教区、 ドイ・タツオ大司教とイエズス会のジョン・ロス司教の共同指揮により仙台教区の司教に除解された。1953年11月26日に仙台教区司教を引退し、同日にパンフィリアのアッタレアでの名義司教となる。1955年11月24日に79歳で亡くなった。 A.B. 浦川和三郎司教起点聖徳に輝く79年の障害なかちカトリック協会 HP より旅の話、長崎公共神学校1938年、カルチャーコンパラティブライティング書2007年。ありがとうございます。